皆さんこんにちは、ヘムチャンネルです。今回の動画はこのハイオクタンのクエストが出てきてるんで、こいつについて紹介していきたいと思います。めちゃめちゃ内容いっぱいです。ではまずはこいつかな、バトルロイヤルゼロビルドクエストっていうことで、実際にバトルワの世界行って、この車使っていろいろクエストをやっていきたいと思います。ではどうぞ。ではまずはオクタンを探していくんですけど、このマップの通りオクタン固定脇です。なんでまずはここにあるやつをちょっと探していきましょうか。ここが一番いい。砂浜の上にオクタン塗ります。さてなんでここがいいかというと、まず狙っていくのはこれ、継続して 100m 飛ぶっていうやつなんですけど、実はこのオクタン竜巻には乗れないんですけど、くりゆっくりゆっくり来い、来たー、飛べます。そしてこの状態で、あれ狙ってない方行ったな。はい、こんな感じで今は狙ってなかったんですけど、720度前方宙返りか後方宙返りを行うっていうのが簡単に終わることできました。それか逆にここをダッシュで突っ切ったらええんかな。行きます。ダッシュで突っ切ったら、あ、いけそうじゃない？行った。見ましたか？だからあの傾斜をダッシュで突っ切ると、このように前に飛ぶんで、これでクリアになります。ちょっと受けよう。あ、ちょっとまだ使いたいよ。はい、次のクエストはこれ。オクタに乗りながら敵に攻撃を当てる3回。これ銃を撃てないからどうやって攻撃当てるんやろ。さあ攻撃を当ててみたいと思うんすけど、こんな感じでええんかな。はい、当たれた？これで1回カウントなってないけどな。あ、1回カウントなってる。突撃ってことか。はい、2回5回ちょっと、はい、まだいくよ。6回、 OK。 こんな感じでオクタンでどんどん突撃しちゃってください。これで、オクタンに乗りながら敵に攻撃を当てる3回というのもクリアです。はい、残るはこのクリエイター作品クエストっていうやつです。さてと次はこれ狙っていきますが、ロケットリーグライブでポイントを獲得する250。一応ここにマップコード書いてるんですけど、このモード選択画面のここハイオクタンってところにあるはずなんですよ。今の出てきたな。え、さっきモード選択になかったっすね。ちょっとめんどくさいんですけど、ここにマップコード出るんで、これを写真撮るなりメモ撮るなりして、このモード選択の島コードっていうところに入力してやったら、こうやって出てくるんで、これでプレイって押すのが一番無難やと思います。なんでこうなってるんやろ、よくわかんないですけど。フリースタイル、お、始まったよ。で何すっか言うたら、なんか輪っかを通るって言うとったんかな。こんなめっちゃ苦手やねんけど、え、どういくん、これ通ったよ。ポイント溜まった？1ポイント溜まった。え、やばない？ 250 ポイントってどないすん？次はこっち行ってみるか。ああ、レースやって、そのレースをコンプリートするたびにポイント入るんかな。はい、こっちのミニゲームは普通にこうやってレースゲームっすね。このコースを走ってこの緑を通過すると、今のとこやったら5ポイント入ります。この緑のポイントを通過するたびにポイントが加算されていって、こことかやったらね、はい、一気に20ポイント入るんですよ。ここで5ポイント、普通は5ポイントで、最後のあのサークルだけ20ポイント入るっていう仕様っぽいですね。多分ね、さっきのジャンプするよりもこっちの方がポイント貯まるの早いと思います。ジャンプもコツ掴んだら早いんですけど、こっちの方が簡単で撮ってる場合にちゃうかなと思いますね。始まりました。こんな感じでニュードライバー。これはスナイパー VS オクタンということで、あれ、操作効かない。ってことで、オクタン側とスナイパー側、その武器を持って攻撃する側の2チームに分かれて戦闘するゲームです。オクタン側なんですけど、これ。オクタン側はこうやって車に乗って、ほんでスナイパー側があの上の方にいるんで、オクタンでジャンプしてうまいことあいつらにぶつかるっていうゲームです。こんな感じで難しいんですよ、このオクタンが。そしてオクタン側がスナイパー側を撃破するコツなんですけど、この丸ボタンブースト、これをうまいこと使って、このジャンプ台で
押しすぎだ飛んじゃいすぎるんで、こうやって調整しながらジャンプ中にブーストを押しても調整できるんで。お、いけた、いけた、今みたいな感じですね。うまいことブーストを調整して使って上に乗るって感じです。はい、これスナイパー側っすね。なんかちょっとバグってるなこうやって武器あるんで、これを使って奥端攻撃していきます。こんな感じ、こんな感じで、こんな感じでダメージ加えて600ダメージですね。600ダメージを与えるとクエストクリアになります。さあ次やっていくのは、奥端レースで2分30秒以内に1周するっていうやつと、奥端レースでラップを完走する2回ってやつですね。8745、なんかね、モード選択画面にあったりなかったりなんで、また手打ちしました。この番号です、奥端レース。ではやっていきます。さあ始まりました。これ普通にレースゲームですね。まずは自分のレーンを選択します。まあこれはどれでもいいんですけどね、正味言うたら。はい、こんな感じでスタートです。まあこれのコツはブーストとかそんなに使わなくていいと思います。落ち着く、なんせひっくり返らんように落ち着いてレースすることが大切だと思います。そう、ひっくり返っても落ち着いて、落ち着いて対処。この障害物も横から抜ければいいんでね。落ち着いて、落ち着いて、ちょっとマジでやめてほしいな。2ラップ、これラップを完走はクリアっすね。あとは2分半ってやつやってみたいんやけどな。もしベストスコア狙うんやったら、パブリックで入るじゃなくてプライベートで入って一人でやってもいいと思います。こんな感じで、これやと邪魔が入らないんで。2分半目指していきますよ。なんせ無理はしない、落ち着いていきます。ひっくり返らんっていうのが一番でかいと思うんで。お、いった2分半以内、いったいった。大事なのはマジでこけんように、飛ばなくてもブーストしなくてもいいです。なんせこけないように安全運転が一番いいです。ただこの2分半っていうの結構ハードル高いんで、無理してクリアしなくていいと思います。この無料報酬目的やったら3つクリアせんでもいいクエストっていうのはあるはずなんで、そのうち1つこいつ選んでもう諦めるでいいと思います。さ、最後ですよ。ロケッティアルインで各ハードポイントに到達する5回、コイン収集8回ですね。まずはこのジョインゲームかな。オブジェクト A がアクティブ、こっちに行くってこと？スピードいらんからね。お、どう？来た？お、ハードポイント到達ってことや。オブジェクト B 来た？これ来たやん。オッケー、2つ目。このモードのコツはあれですね、焦らずすぐスピード出るんで、これゆっくりゆっくりこうやっていくのがコツやと思うっす。これくらいゆっくりでいいと思います。はい、 OK。 そしてこれはパブリックとかそういうので入るじゃなくて、プライベート、一人で行ってもこうやってポイント加算されんで、一人で行くのがおすすめで、この待ち時間の間にコイン探していきましょう。来た、オッケーオッケーオッケー、あと最後1個。おっしゃ、コインは8枚クリアできました。このね、ハードポイントの次のやつが出るまでの間にちょこちょこ集めていったらいいと思います。間に合う、来た、おっしゃクリア。 C が一番難しかったな。はい、こんな感じでハードポイント5ついけば全部クリアすることできます。これで全部クリアか。はい、こんな感じでクリエイティブマップでクエストクリアしていってください。説明は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録、概要欄にある Twitter、Instagram のフォロー、もしよければクリエイターサポート、HEMCH をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。